情念司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。皆さん面白かったら高評価、さらにねチャンネル登録、そしてですねコメント欄にぜひ感想など書いてください。さてですね、みんな大好き米韓首脳会談ということでちょっとね解説したいんですけど、鈴木貴文さんがね昨日ですねデイリー新潮の方にねこんな記事を掲載されました。ムンジェインが大敗北、米韓首脳会談、ワクチン対象は軍人だけ、声明には台湾、北の人権ということで、あれなんか共同通信が書いてあることとだいぶ違いますねと。なんかね共同通信はね米朝対話に受けてね韓国がお墨付きをもらったみたいな記事出てたんですけど、あれなんか随分ニュアンスが違いますねという感じなんですよ。これ実際ねそうなんです。鈴木さんの分析によるとですね、まあ鈴木さんの分析を待つまでもなくね、韓国のメディアの報道がねまずねそういう感じなんですよ。鈴木さんこれ実は記事の中でも紹介してるんですけど、中央日報ねこんなこと書いてあります。今回の会談結果に中国が反発することは十分に予想できるなんだって、えそうなのと。それに対しては毅然とした姿勢で中国に説明せねばならぬ。アメリカにはこう言い、中国には別の発言を発しては双方からの不信を買うほかないということで、ムンジェイン政権に対してですね苦言を呈している。さらにね朝鮮日報こんなこと書いてありますよ。アメリカにはこう言い、中国にはああいう式に行ったり来たりすれば国家の信頼が崩壊するその通りだよと。朝鮮日報の言う通りっていう風に思うんですけど、韓国ではねこんな風にどうもね見られてるらしいんですよ。理由は簡単でね、日本がさ日米首脳会談やった時に日本のメディアがね本当にバカの一つ覚えみたいにさ板挟みみたいなこと言ったでしょ。チャイナとアメリカの間で板挟みとか何言ってんのって話ですよね。確かにチャイナは日本の主要な貿易相手国ですよ。トップ3に入ってますよね、輸出輸入も。でもそんなこと言ったらさ、アメリカだってヨーロッパだってみんなそうよ。チャイナからのもの結構みんな買ってるからね。そういう意味では貿易相手国と安全保障上の問題で対立したら板挟みって話だったら全世界板挟みだから、その解説意味わかんねえから板挟みの定義しろよって話ね。弁論部式のガチの議論だったらちょっと待って、板挟みの定義言ってと、何と何どういう条件満たしたら板挟みのって絶対私だったら聞きますけど、その板挟みって言ってる意味がまあよくわかんないですよ。私がじゃあマスコミの言うことを忖度して板挟み定義するなら、貿易相手国と安全保障問題で揉め事を起こすと板挟みっていうことだったら日本以外の国も全部板挟みですから、日本が板挟みってことさら報道する意味もあんまり感じないですよね。そういう意味でね、板挟みっていう言葉はもっと正確に使った方がいいと思うんですよね。要はその安全保障上ね、今まあ二つのチームに分かれてるわけですよ。自由主義と専制主義、人権が大事な国と人権が大事じゃない国に分かれてるわけ。その中でですよ、価値観を共有する人は常にこっちのサイドにいるわけですよ。こっちのサイドって何かといえば国際秩序な。これ日本国憲法にも書いてあるでしょ。日本はもう国際秩序の側に立ちますって書いてるでしょ。だから国権の発動たる戦争もしないし、それをするための戦力イコールウオーポテンシャルだからな。ウオーポテンシャルは持ちませんと。ウオーポテンシャル持たなくて、なおかつ国際貢献するためにプロフェッショナルミリタリーは持っちゃいけないとは書いてないんだよ。持つんだよこれはね。ということなんですけど、韓国の場合はですね、安全保障上のねいろんなこうチーム、さらに言うとその価値観ね、一応あの国は選挙があって民主主義の国のはずだからこっち側なのに、なんかいまいち協力しないでしょ。アメリカに対しても協力しないし、それからチャイナをね封じ込めるために日米韓の同盟関係大事なのに、日本のこと文句ばっかり言ってこれをなんかね日本のせいにしてね、人のせいにしてこういう協力関係に対して差を指すようなマイナスのことやってますよね。ジーソミアの件もそうだしさ、サードの件だってそうだし、こういうのやりまくって。しかもね、バイデン大統領が副大統領時代のレガシーだった慰安婦合意まで踏みにじってるわけですよ。こんなことやっててめえふざけんなってアメリカずっとあって、今回の米韓首脳会談では鬼のような踏み絵を踏まされたわけです。なので朝鮮戦争の英雄の勲章の授与式に来させてムンジェインにねスピーチまでさせて朝鮮戦争ってのはどんな戦争だかわかります？北朝鮮が韓国を侵略してきた戦争ですからね。それに対してアメリカは血を流してね、国民の血流して守りましたという、そういうセレモニーにムンジェインが来たわけですよ。誰と戦った戦争だその戦争はみたいな話でね、これ北朝鮮からすればキーって感じでしょ。さらに言うとこのね鈴木さんの論説のねヘッドラインにある通りですね、声明には台湾と北の人権を明記しちゃったわけですよ。まず北の人権から行きましょうか。金正恩にしてみたらね、ムンジェインなんて使いっぱですから、そんな下に見てるやつですよ。あの国のね儒教的な道徳の中で下ってことは永久にマウントで、もう死ぬまで奴隷みたいな、そんな感じですよ下手すると。そういうね下に見てるやつから人権のことで文句言われるなんててめえって感じでぶち切れますよね。これで南北融和なんてもうできないじゃん。どうやって北朝鮮に話行くのみたいな話なんですよ。これでもうだからムンジェインがね点数稼ごうと思ってた南北融和っていうカードがどうも使えないかもしれないと。じゃあ反日はカード切れるかっていうと、反日もバイデン大統領の手前もう切れないですよね。裁判の判決がそれを物語ってるでしょ。空気読みまくる韓国の裁判所がさ、日本をね被告として訴えた例の賠償訴訟ね、1回目は賠償認めたけど2回目は認めなかったみたいなね、そんな感じで今こう揺れてるわけですよ。これもあんまり変なこと日本にやるとバイデン副大統領時代のレガシーをぶっ潰すみたいなことやっちゃうと、これ機嫌損ねてアメリカに守ってもらえなくなったら終わっちゃうんじゃないかみたいなね。韓国終わりなんですよ基本的に、アメリカ守ってもらえなかったらね、というのがあると。これで北朝鮮とはちょっとどうかなと、向こう行こうと思ったん
んだけど、ちょっとアメリカにそれくさび打たれて、ちょっといけねえなと。でさらに台湾のこと書かれちゃったわけですよ。台湾のことは書くなよ書くなよってチャイナがずっと言ってたのね。グローバルタイムズっていうね、国際同活新聞みたいなのがあるんですけれども、これでね、アメリカのね工作に乗ってね、こんな毒杯を飲んだら大変なことになるぞみたいなことずっと言われちゃってたんですけど、結局ですね、今回乗っちゃったんですね、共同声明に。台湾っていうのはね、さらにね、バイデン大統領がグッドラックって言って押し出すわけですよ、ムンジェインをね。お前変なこと言うなよっていう意味なんですけど、それでチャイナとしてはですね、属国だと思ってすげえ小バカにしてた韓国からですね、台湾のことなんか言われちゃったもんで、チャイナもメンツ丸つぶれでしょ、苦しい言い訳でね、完全にねアメリカに従ったわけではないみたいな、わけわかんない論調打ち出してですね、韓国が台湾って言ったけど一応政府みたいなこと言ってるらしいんですよね。でさらに言うと、ミサイル指針でね撤廃されたでしょ、800キロっていうね射程がね、その800キロの射程が撤廃されると、もうミサイル北京まで届くわけですよね。1000キロとかになるとね、北京全域がもう中距離弾道ミサイルの射程に入るということになるとですね、お前何のつもりだみたいな感じでね、下に見てる韓国がそんなこっち狙ってんのかお前はみたいな話になるので、ここでねおそらくですけど、ムンジェインは苦しい言い訳をするだろうということを鈴木さんが言ってます。どんな言い訳かというとね、いやこのミサイルはね本当は日本を狙ってるんですぐらいのことをね、だけでは言うんじゃねえかなみたいなことを鈴木さん書いてるんですけれども、そんな感じでトータルで見ていただくとね、まずは北朝鮮との融和をやろうと思ったら、北朝鮮を腐すような文言が入ってたんで、北朝鮮ぶち切れて、まあなかなか会ってもらえねえだろうなと。であと1年でもう権力の座から下ろされて逮捕されて牢獄行くのほぼ確実みたいなやつですから、誰もまあついていけないな、溺れた犬は叩けみたいなね、そんなね話かなということですね。それからチャイナに対してもね、ミサイルの射程と台湾っていうね名前入れちゃったんで、思いっきりくさびをアメリカに打ち込まれてしまいまして、チャイナ様つってどんな言い訳するのか、そこ見ものだなと。さらにねもう一個ね、国内向けですよ、ワクチンスワップなるものをやってですね、ワクチンいっぱい持ってくるみたいなこと言ってたんですね。なんか韓国ではね、菅総理はすごいと、5000万人分のワクチンをねアメリカ行って直談判してゲットしたっていう風になってるらしいんですよ。何千万人分だか日本ではよくわかんないんですけど、なんか5000万人分っていう風に韓国では言われてるらしいです。ムンジェインもねそれぐらい持ってこなきゃダメだぐらい言われてたんですが、蓋開けてみたらですね、米韓同盟に関連する韓国軍の人数55万人分だけゲットということで、おめでとうございます。そんな感じになっちゃったんですよね。アメリカとしてはですね、クワッド安全保障の今核ですよね。チャイナとだってさ対決する場合は第一列島線っていうのが最前線になるわけですから、この第一列島線を支えるのはまさにこのクワッドなんですよ。その中でも日本っていうのも一番大事でしょ。じゃあ韓国だってどうなんかって、韓国も大事なのよ。朝鮮半島にあれだけのね国があってレガシーがあるってことはアメリカの戦略上非常に重要なんだから、しかも民主主義の国なんでしょ韓国。こっち側にちゃんと来るって少佐フランクすればいいのにさ、あっち行ったりこっち行ったりとかしてるからね。だから信頼失うんですよ。ここでねもう一度朝鮮日報のこの言葉読みましょうか。アメリカにはこういい、中国にはああいう式に行ったり来たりすれば国家の信頼が崩壊するということで、崩壊お疲れ様でしたというオチでございます。ということで今日の内容ですね、鈴木孝文さんの記事に詳しく書いてありますので、 URL ね概要欄につけておきますね。ぜひねこちらをお読みいただいてですね、半島情勢のお勉強をしていただければなというふうに思っております。ということで今日の内容面白いなと思った人はね、高評価のボタン、そしてねチャンネル登録お願いします。それからねコメント欄にねぜひね感想など書いていただけると嬉しいので、よろしくお願いいたします。ガー。